もピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオクリア率はね 30% 近くあるんですけど、ツイッターでですね、このコースどうやってクリアするんですかっていうコメントが来たんですよ。ただ見てクリア率の割に投稿者の方もですね、1時間かけてクリアしたコースって書いてるんですよね。そしてコース名激ムズ、え、ボム兵を倒してゴール、え、ボム兵とかいたっけ、右上にいる感じかな。なるほど、多分ね、あの右上のあのハテナブロックがボム兵なんだね、きっと。っていうことはこれはジャンプしていけるだけなんじゃないの、こういう風に。ね、すげえ簡単そうなんだけど、すげえ簡単そうなんだけど、いけないね。ちょっと待ってね、ほっ、うわっ、あっ、届かねえ、どうしよう。一旦さ、2段ジャンプしてってみる、いくよ。多分できんね、これ。ここでヒップドロップした瞬間ジャンプする感じでいいと思う。こう、ほら、多分これでいけると思う。ほっ、うわ、惜しい、ほい、右からヒップドロップで多分いけないね。何回やってもいけそうにないんだよね。なんで普通の多分ジャンプでいけると思う、こういう風に。ほら、なんかいけそうじゃなかった今。ほっ、ほらほらほら、簡単だったね。で、ここでボム兵を倒してからゴールみたいな、そんな感じでしょ。ありがとうございます。そしてコース提供もありがとうございます。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、あ、 SOS リトロール、これはトロールだ、助けてくれ。感じじゃないかな。それじゃあ今回はスペインっぽい国旗のスティーブさんかな、なんか教科書に出てきそうじゃない、英語の教科書にジョン、スティーブみたいなあるよね。じゃあクリア率は 1.何%だったっけ、まあそこら辺なんで早速やっていきましょう。ここのリンク多分いるよ、多分いるよ、いるよ。さあ壊してくれ、爆弾でこの砲台を壊してくれ。それじゃあリンクは罠だったんですぐ右に行こう。で、ここでジャンプすれば何かある、何かあった、これ、なるほど、ここにキノコが出てくるのか、これで合ってたんじゃない。そしてこのピーヨンがなくなって右に行けるのかな、行けるね、さあ行きましょう。うわ、ドアに入れる。じゃあここはね、このちくわブロックの上から行けばいいんじゃないの、多分右下のドアの上、あれバーでしょ、下向きになったバーでしょ、頼む入ってくれ、ダメじゃねえか。それじゃあ何もかも罠なんで、このまま右に行ってこのドアに入ります、これが正解だね。そんでここに入って左に行く、すぐ左に行きます、今回は左、ピンポン、やった、合ってた、神的な、神的な、神的な、なんか。じゃあこのまま右に行けばいいのか、いや違うね、せっかくワイヤー取れたんで多分下に行くと思います。そんでここで倒さない、倒さないで上に行こう、今日冴えてんじゃないので、ここでスター取ってみようか、さあスター出ておいで、来た、うわ、うぜ。じゃあここはスターを取らない、スターを取らないけど一旦ファイヤーで溶かしておいてジャンプ。バカめブラパン。そんでこのスターを取って上に行く、これが正解なんじゃないの。いらんことした。それじゃあここはファイヤーボールになって、一旦チビになっていってみよう、これが正解なんじゃないの。ここでもチビになってこのドア入ります。そしてほら合ってるっぽいよ。で、ここで雲になって、まず雲になってっていう言葉がおかしい。このまんま左にダッシュしていこう、左にダッシュ、これで合ってんじゃないの。そんでキノコを取る、US でトゥルルトゥットゥットゥ、ここで抜いていきます。そしてどっち、右怪しくない、これちょっと叩いてみていい、はい、いやなんで、なんで、なんか出てきた。ここあれだね、レールが出てきたよ、うわ、もう無理じゃねえか、僕も抜けないね、ここ、テテレテテレテテレレテテレテテテテ。じゃあここは USA 取って左、このまま何もしないのが正解だね。そんでドクロキノコ乗ってみよう、ドクロキノコに乗ったらダメっぽくない、でも一応乗ってみます。そんなことだろうと思ったよ。じゃあここはドクロキノコに乗らないで、下ため押しで大ジャンプで行こう、こういう感じ、ダメ、よっしゃよっしゃ。でこのまんま抜きます、でドアに入ります、でこのまま右ダッシュしていきます、右、
いや、合ってた？合ってるっぽいね。左は？どっちでもいいのか。この上、怪しいね。大丈夫だって。うわっはっはっは。変化球はするよ。それじゃあここは雲抜いてファイヤーを取ると見せかけて、このまま左に行けば正解でしょ、きっと。ほら、分かってるよ、そんなことぐらい。じゃあこう一旦チビにね、多分鳴らされると思うんですよ。あ、リンクになるのか。あ、でもどうせチビだね。わっ、いやっはっはっは。まあまあ中間ポイント取ってるからね。で、このままリンク取ってツタがあるから上押しっぱだね。絶対上押しっぱでいいはず。違う、絶対違う。こっちは何、 C 耐久かな。あ、楽勝なの。これは優しい。でも絶対さ、下のキラーが落ちてなんかやらされると思うんだよな。頼む、早くほど来て、頼む。何ここ。うわ、めんどくせえパターンの C 耐久だこれ。バネを避けながらどんどん上に行けみたいな。いや、でも楽勝だよ。おっ、はい、うますぎ。はい、なんで。最後に炎に当たれってか。しかも3回も。結構めんどくさいよここ。え、なんかなったよ。優しい、青ブロックが助けてくれてる。やったね。いや、それでもタイミングよくね、あの炎に当たれって感じだね。いや、それはもう楽勝だね。行くよ。なんか今ハテナブロックが降ってきたんですけど、あいつは無視していいでしょう。で、ここはタイミングよくこの辺。これ何、優しすぎでしょこの制作者。どこで炎に当たれるって感じか。なら最初から出せ。それじゃあここは右押しっぱだね。さっきの違うやんか、ここ。じゃあスネークブロックに乗ってジャンプ。そう、こういう感じ、合ってる。ここで合ってる。ほらほらほら。で、ここもブロックあんだよね。やっぱ来た。で、右。うわ、左怪しくない。左行ってみます。こっちが正解でしょ。やべやべ、ピヨン切れる切れる切れる、早く。ここのクモン乗るでしょ。そして、ちょっと待って、今僕気づきました。右下にドアがあるよ。あっちに入るんじゃないの。じゃあここで一旦ジャンプして、もう一回ジャンプしよう。なんで、さっき行けたやんか。じゃあここは一段飛ばしで行こう。こういう感じでしょ。で、下にね、あったんだよね、扉が。あれ多分ね、正解だよ。多分下が正解なんで、そのまま下行きます。ほら、熱すぎ。そして、ほら、こっちが正解っぽい。ジャンプ、なんで。じゃあ上に行きます。こっちが正解、この扉が正解でしょ。上は何もない。なんか雲があるね。でも行けないよね、あそこは。だからこっちが正解。え、なに、ここピリオンがなくなっていけってこと。そういう感じだね。じゃあピリオンがなくなったんで、これでね、いけると思う。そしてここは怪しすぎない、この近く。ちょっと無視していくね。で、このまんまストライク。じゃあここは火が出るから無視していこう。きっちり避けていくね。ここで避けれる。危な、大丈夫大丈夫。ここも早めに行った方がいい。ここさ、上に行くパターンじゃないの。絶対そうだよね、キラーの。いや、砲台か、砲台の上に行くパターンだと思うんだよね。もう今あーって言われても、ほら、もうドア入れねえし。ドアじゃねえっつってんだろいつも。一旦砲台落として、そして左の砲台も落とす。そんでジャンプして上がっていく。こう、ちょっと待ってね。ほっ、よし。で、ここも上がっていく。右か左か、一旦右見てみるね。ここ怪しい、鉄球が出てくると思うんだよね。うおお前かい。じゃあここは石親父が出てきたらここまで来ると思うんだよね。そして土管に入れなくなるパターンだから、こっちに先に行っておいた方がいいと思う。あーとか言われましたけど、こっちが正解なんでしょう。この下って何、この下に行って一旦左に避けるね。いや、意味わかんねえ。どういうこと。あ、合ってる合ってる。ほら、うっそー。え、アイテムがいるってことかな。いや、違うね。この右下に行けって感じだよね。じゃあさっきの合ってるんだ。このハテナブロックのところがドアっていう感じだよね。合ってたのかな。でもここでね、ブロックが出てきたんだよね。あ、わかった。この辺でジャンプすればいいんだ。こうで、左に逃げるみたいな、そんな感じでしょ。こういう感じでしょ。何個あるんだよ。みんなちょっと見てて、僕のね、下連打見てて。
遅っめっちゃ遅かったね。じゃあここ一旦ジャンプして左逃げる。でもう一回ジャンプして左逃げる。あ、大丈夫、合ってた合ってた。でもう一回ジャンプ。あー意味わかんねえ。ということは誰か助けて。分かった、これ左から行くパターンじゃないの。見ててね。はっ、あ、やっぱこっちが正解なのか。右はダメっていうことだったんだね。じゃあこのまま右行きます。そしてここは左のガリガリか、違う、右のガリガリか左のトゲゾウかトゲメットか間違いすぎ。左のトゲメットに行こう。なんでかって可愛いからね、このトゲメット。さあ右に行け。やったー正解しました。2分の1正解しましたよ。よっしゃ、それで次に進みに行くよ。大丈夫間違えてんじゃないの。やられねえよそう簡単には。それじゃあこのドア入ったらね、ドッスンが追いかけてくるんで左にダッシュだね。さあ左にダッシュ。さっきと違うやんか。次は右にダッシュしてジャンプして進みましょう。ジャンプしないでいいね、このまんま。右、右っぽくない、こっちでいいよね。じゃあ右進みますね。で上の USA は罠だと思うんですよね。罠っていうかもう引っかかってるんだけどね。じゃあここは早く行こう、ブラパが降ってくる前に早く下に降ります。そんでこの、分かってる分かってる、なんか出てくるのは分かってた。そんでこのまんま下に行けばいいっぽい。いや絶対違うよね。なんで、いやでも USA キノコいるくない。分かった、これ上に行くんばい、きっと。ちょっと上に行ってみて、行こう。ほらほらほら、そしてここで USA を取る。どうやってねえこれどうやって取る。え、左のこのブラパの裏に隠されたやつを取るのかな。あ、いや違う、雲なくなってんじゃん、下見えませんでした。それじゃあここは鉄球を出すまで当てる。そして右下の雲が溶けるからこのまま下に落ちる。よし、大丈夫大丈夫、何もない。でこのまま土管に入ってって、はなちゃんが来る。くっそいやさっきのマジではなちゃんに見えたんだよね、上から降ってくるの。ブクブクだったね。この魚を何もしないに避けれると思う。そういう感じだね。でジャンプ、上から行くべきか下から行くべきか、これも2分の1だね。上から行ったら土管に入れないと思うんだよね。なんでこのまんま上に行こう、いや下から行こう。どうしよう、相当悩む。上に行きます、頼む。あ、合ってるのか、こっちで合ってんのか。さっきの下に行けば受かったのか。ここ死に耐久でしょう、どうせ。面白そうな死に耐久だな。ここでやられるだけ。違う、あ、結構簡単だねここ。ほら見て、このバネをねこうやって行けばいいだけ。そして針に当たればいいだけでしょう。行くよ、一発で行きます。ほい、あ、バーがあるね。じゃあこのまま右に行って、タイミングよく右に行くね。ここぬるいぜ。それじゃあここはね下からでよかったんだろうね。このブロックに押されて右に行く。どっちだろう、一旦ドア行っていい。あ、ダメなのか、ドア入れないね。ドアじゃねえ、土管ね。じゃあドアに入ります。土管じゃないで。何ここ、どうすればいいの。連れて行かれたけど、このままだったらやられるんじゃないの。ほら、え、どういうことだろう。この扉入ってヒップドロップする、そしてガリガリを抜ける、これが正解でしょ。もう一回できるの。あ、何回でもできるんだね。オッケー、何回でもしてあげましょう。あれ、なんかボールできた多分あのガリガリもヒップドロップをタイミングよくしてたら右の方に抜けたっていう感じじゃないから、いや多分そんな感じだよね。まあ、今回はね、まあ、たまたま運よくゴールできたんですけど、ご視聴どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。